こんにちは、カップ麺リスペクトです。今回いただくのは日清食品有名店シリーズ丸源ラーメン熟成醤油肉そばでございます。僕自身は丸源ラーメンさん経験がないんですけれども、なんでもこのお店のラーメンを世界一美味しいラーメンと称する女の子がいらっしゃったんだとか、そのおかげでこの商品をいただくことができます。ありがとうございます。ということで、その世界一のラーメンいただきたいと思います。はい、今回もいただきます。世界一美味しいラーメン味わいたいぜ。日清食品有名店シリーズ丸源ラーメン熟成醤油肉そばでございます。はい、豚脂の匂い、醤油の匂い、美味しそう。はい、それではまずは一口いただきます。麺プリプリ、もちもちだけじゃないですね。噛む時にも反発があるんで、5分戻しだけどしっかりしてるわ、この麺。細いけどね。うん、おいしい、おいしい。オイル、豚、醤油、うまいっすね。黙ってこのまま食いたい。はい、ということで、この商品を楽しむためのポイント参りましょう。かな商品のポイント。はい、まずは、大人気ラーメンチェーン店、丸源ラーメン監修のカップ麺が再登場。再登場でございます。後ほどちょっとお話を。はい。次。醤油をベースに豚とニンニクの旨味を加え、柚子の風味を効かせたスープ。醤油、はっきりわかる。豚、はっきりわかる。ニンニク、言われればわかる。柚子、わかんね。はい。次。小麦が香るノンフライストレート麺は、スープと相性抜群。抜群でございます。はい。これも後ほど。次。具材に豚バラを入れることで高まったお店の味の再現度ということ。おしゃべりしながらいただきます。うまい、うん、うまい。豚、醤油、うまい。ニンニクの風味もなるほどって感じ。これはニンニクだったかみたいな。歯の裏にこうちょっとだけニガニガニガっていうのがあるの、これニンニクですね。はい。あー、うまい。麺も美味しいでしょ。噛んだ時にギュッてまず抵抗があって、で噛んでいくとまたコシが出るんですよ。ガガガガガッつって。割と透明感がある麺でね、こういろいろ雑味がない透明感のある麺でね、美味しい美味しい。でそれが醤油をついてくる。そこに豚脂ですよね、多分ね。豚のオイルがしっかり混ざってて、この口の奥の方ね、この下の根っこの方にこうジュワ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 っとこうブタ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 シュワ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 ってなくるんですよ。めっちゃうまい、めっちゃうまい。うん、撮影じゃなければ黙って食ってます。最後まで。どこにも隙がない。めっちゃ美味しい。はい。それではこの商品の詳細は動画の説明欄に書いてありまして、そこからトークで補足をしながらご紹介します。
まず製造は日清食品さんの静岡工場。はい。ここはノンフライ縦型の名作を数々輩出してる工場ですね。セブンさん系列で固めちゃいますと、スミレさんの味噌キムチ、一風堂さんのクラムチャウダー、三等家さんの辛味噌味。もうみんな傑作揃いですわ。はい。ブランドは日清食品さんの有名店シリーズの扱いになってますね。こちらにはアフリさんの商品とかがあります。発売日は2023年の6月の26日。価格は278円。もう6月に入ってからの発売なんで、価格改定とか関係ないですね。このお値段で買えると。コラボはもちろん、マルゲンラーメンさん。麺種別はノンフライ麺。もう、日清食品さんの縦型のノンフライの静岡工場というともう期待感しかないですね。もう美味しい予感しかしないです。はい。内容量は 97g、麺 70g。エネルギーは 372kcal。三大栄養素と食塩相当量を見ますと、脂質が 9.3g しかないですね。これはどういうことだっていう。具材に豚バラ入ってる、スープに豚脂がこんだけ感じられる、それで脂質 9.3 っていうのは低いですね。一番上の数字がどっか行っちゃったんじゃないのみたいな気はしますけれども、9.3 って書いてある限りは 9.3 なんでしょうね。なんか工夫されたんでしょうね。それから食塩相当量は 7.2g。まあまあ多いですね。はい。といったところがこの商品の概要でございます。素晴らしい。はい、それではここでマルゲンラーメンさんのお話に参ります。この商品は2023年の6月に発売されたんですけれども、そのバージョンのプレスリリース確認してみますと、どうやらもちろん新発売じゃないんですけど、リニューアルでもなく過去の商品の再販っぽいですね。去年の2022年の5月の9日にこの商品の最初のバージョンが発売されたんですけれども、今回のこのバージョンとジャンコードを比べてみますと同じでした。なのでジャンコードだけで解釈をすると、商品の内容に変更なしの約1年ぶりの再販ということになりますね。2022年版を買い逃しちゃった僕としては嬉しかったり複雑だったりって感じです。で、この商品のプレスリリースにマルゲンラーメンさんの説明がありましたんで、そこをちょっと読み上げますと、マルゲンラーメンとは2001年6月に愛知県安城市に1号店をオープンした、創業から20年以上続く大人気ラーメンチェーン店。世の中にないラーメンを追求して生まれた熟成醤油ラーメン肉そばは、注文が入るごとに手鍋で一杯ずつ希少部位の豚肉とスープを炊き込み、コシのある自社製高水麺と合わせています。3種類の濃厚醤油をブレンドした熟成醤油返しがスープの決め手で、柚子胡椒おろしと青ネギの和トッピングで仕上げる一杯は、マルゲンラーメンにしかないこだわりの一品です。ということだそうでございます。また、カップの商品が発売されたいきさつについても言及がありまして、マルゲンラーメン熟成醤油肉そばは、マルゲンラーメンに届いた、なかなかお店に行けないので、世界一美味しいマルゲンラーメンを家で食べたいという少女の手紙をきっかけに誕生した商品で、お店の人気ナンバーワンメニュー、熟成醤油ラーメン肉そばの味わいをカップ麺で再現しています。ということでございます。このストーリーを知っちゃうと買わずにはいられないです。じゃあその女の子が惚れ込んだ世界一美味しいマルゲンラーメンがどういうものなのかということで、お品書きを確認してみますと、実にメニューがたくさんある。品数が多い上にどれもこれも美味しそうで、初見でお店に入ってメニューを見ると決めるまでにだいぶ時間がかかりそうですね。悩んで迷って、大人数でお店に行ってワイワイガヤガヤ食べるのが楽しそうなファミリー層などをターゲットにしている大きなラーメンチェーン店という印象を受けます。店舗数は2023年6月時点ですけれども189店舗ということで、日本国中割とどこでもお店を見かけるような感じですね。実は僕のうちの近くにもお店がありまして、実態を知りたかったらお店に行っちゃうのが早いかななんて思ったりしてます。ということで、マルゲンラーメンさんのお話でございました。うめえ。でもやっぱ商品の概要のところでお話をした通りで、セブンプレミアムさんの縦型ノンフライ、日清さんの静岡工場で作ったあれと、麺のへたり方とか、時間とともに麺がへたっていく様子とか、あと麺の透明感といいますかね、そういうところ結構似てますね、やっぱり、うん、で、あの路線が美味しいからこっちも美味しいのはもう間違いないです。素晴らしい。
美味しい。具材はやっぱり縦型っていうことでそんなに目立たないは目立たないんですけど、今豚バラがポイッと入ってきたの分かりましたね。うん、美味しいこれ。ありがとう少女、あなたのおかげでこんな美味しいものがカップでいただくことができます。はい、残りこれだけになりましたので一気にいただきます。うまい。これは個人的にはリピート行けるなら行きたいし、お店が近くにあるっていうのは行かなきゃ損ですねこれね。はい、ということで大変美味しくいただきました。どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。はい、リスペクトタイムです。今回は日清食品有名店シリーズ丸源ラーメン熟成醤油肉そばをいただきました。圧倒されましたね。縦型でここまで美味しさで圧倒されるのはちょっとあんま記憶にない。素晴らしかったです。はい、素晴らしく美味しかったです。この麺が透明感があって噛む時にパツンって入って噛んでいくとムムムムっていうこう抵抗があるこの麺で、日清さんノンフライ縦型静岡工場の麺には結構使われてて、で配合の違いなのか何なのか商品によって若干その最初に噛む時のパツンっていう感じが強かったり、物によってですね深く噛んでいく時のまままの方が強かったり、物によって若干違ったりするみたいなんですけど、総じて美味しくてね、で噛んでいくとちゃんとその小麦の旨味もちゃんと出てきて美味しい麺なんですけれども、そこのテンプレートにバチッとハマってる麺でした。美味しかったです。そこにスープがすごい、うん、豚脂あるいは豚バラ、豚骨とはちょっと違う方向で醤油と合わさって、でまたオイリーなんで醤油とオイルって相性いいっすよね。一緒にこう口の中でずっとオイルと醤油の味を出してくれるんでずっと楽しませてくれるんで大変美味しかったですね。具材についてはやっぱりちょっと弱いは弱いかなとは思ったんですが、これだけ麺とスープが美味しければにぎやかしで十分って感じです。はい、これだけ美味しいとまたお店で見かけたら手が伸びますねこの商品は。ということで大変美味しくいただきました。どうもありがとうございました。カップ麺リスペクトの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、それから皆さんの思い出のカップ麺、ご当地のカップ麺の情報などコメントでいただけるとありがたいです。今後ともよろしくお願いします。